絵がこんだけ絵がなんか広く展示されているところ珍しい。これは多分バリかな。こっちはラジャンパット。行ってみたい。ラジャンパットすごい空間を、なんか空間をすごい、なんだろう、なんか贅沢に使ってる。リッチだ。ラジャンパット。ラジャンパット。ここのセクションはイスラムのセクションみたいですね。はい、イスラムのこういう手とかには動物とか、人間とかの模様っていうのはないみたいなんですけど、インドネシアは結構、前はもともとは仏教の国だったみたいで、それがイスラムの方が来られたんで、そういうチャンプルなその絵とかもあるみたいな。勉強になりました。そうです。はい、すごい。雲、これは雲でしょ。あ、雲だね。バテックもその島によって変わるの、模様っていうのが。あ、それは島だけじゃなくて、例えばジャワ島でもジャカルタとかスラバヤとかバンズンで言っても違う。違う。あ、そうなんだ。いろんな模様があるね、バテックって。デザインが違う。これはチルボン、チルボンっていう、チルボンっていう街。あ、はいはいはい。チルボンでもジャワ島ですね。ジャワ、西ジャワ。西ジャワか。西ジャワ。まだじゃない。これは雲。あ、雲だね。雲だ。一番好きな。あ、そうなんだ。いいね、いいね。かっこいいよ。すごい、でもこれとかもすごい、なんか。これも。絶対作りでしょ。ね、絶対大変だよね、こんな。だから、バティック、あの、イルミネーションってさ、バティックは、建物にはバティックを買う前に、切った方がいいよ。切った方がいいよ。これは手作りとか、工場で作りましたりした。なるほど。自分で書いてるか、そう、プリントなのか。そうそう、プリントは安い。手作りもマジで3万、4万ぐらい。じゃあ、多分今まで買ったの全部プリントだもんね。安い。プリントが安いですから。すごい綺麗。めっちゃ綺麗だね、やっぱ。まあ確かに3万円ぐらいするよね。だってすごいさ、時間がかかる。時間がかかるし、4ヶ月ぐらい。模様がやっぱ綺麗だもんね。これ全部インドネシアにある言語。やばい。ラハンサリ文化ってインドネシアのさ、ジャカル、一般的な言語なんですけど、はいはいはい、コモンリー。そうそう、コモンリー。すごい。全部言語なんだ。やばすぎる。これは民族みたいです。うわー。これ民族。ペタミン。ペタミン。外ベタビってはない。そうそう。ああ、そうなんだ。それってそうなんだ。民族の名前なんだ。あ、ベタビがそう。へえ。これだけの民族がインドネシアにはあるみたいです。おお。やべえ。ここもそう。おしゃれ。美術館に来ました。ここは7時までやってる感じ、ね、
残心初めてのカメラなんですけど OK ねえ、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 ねえ